コートイコールダルモール県、コートイコールダルモール県、フランス語、コッツ・ディ・アーマー、ブルトン語、オデュアン・アーバー、リパートマン・ディ・クエワット・ディ・アーマーは、フランスのブルターニュ地域県の県である。西を、フィニステール県、南を、モルビアン県、東を、イルイコールエイコール・ビレーヌ県と接している。県名は、ローマ時代の旧地方アルモリカに由来する。 アルモリカのコブルトン語名が、アルモル、アーマーとなる、現代ブルトン語では、アルボルアーバー。アルモルは海を意味する。ガロゴでの県名に含まれている、クエワットとは、フランス語のコッツ、沿岸、海岸を意味するである。1790年3月4日、キューブルターニュを分割して、コートイコールデュイコールノール県、コッツディーユーノーとして誕生した。 カトリック教会の司教区上では、コルネアイユ司教座とトレゴル司教座の東部、サンイコール、ブリュー司教座のほぼ全域、南端は、モルビアン県に割上、サンマロ司教区の北西部、ドル司教座西部のわずかな部分、バンヌ司教座の北端から構成された。世俗では、パンケーブル薄量とトレゴル薄量にコートイコール流、イコールノールは広がっていた。 6世紀に消滅したドムノネ王国、ドムノニアがあった地域でもあった。コートイコールデュイコールノール県の編成は、議論が重ねられた。県の西部は、ブルターニ北西部を再編してモルレーがその中心となることを望んだ。サンマロ氏は、サンイコール、ブリューやレンヌを犠牲にして、自身を中心として県が編成されるよう求めた。しかし、この計画は、 他のブルターニュ諸都市代表らの賛同を得られなかった。最終的に、コートイコールデュイコールノール県は、ランス川を県境とすることになった。サンマロは、イルイコールイコールビレーヌ県に含まれることになり、ランス川砂岩に面した、いくつかのコミューンを獲得する子はできなかった。砂岩のコミューンは、ディナン軍で対処されることになった。サンイコールブリューは、より人口の多かった。 候補地簡単を退けて、軍庁所在地となった。1990年2月27日、県名を、コートイコールダルモールと改名した。改名の行われる30年近く前の1962年、コートイコールダルモールは、コートイコールデュイコールノールより、さらに魅力があり、まさしく、海の国の海岸、コッツディーユー、ペイズデールエメールを意味すると、全体議会で、 好意的な意見が出されていた。コートイコールダルモール県は、東部のガロ5地域、トレゴルやゴエロ、サンブルーワン西岸地域での方言で知られる西部のブルトン5地域とに分かれている。今日、ブルトン人の多くが失われてしまい、限られた先祖の言語と、わずかに失われた意味とを再び学ぼうと試みている。フランス語に加え、 ガロゴとブルトン語はブルターニュの伝統的な言語でるが、現在は衰退傾向にある。ブルトン語はブルターニュの大部分、そしてフランス語との二言語学校を支持する多くのブルトン語話者の激しい争点となった。東部で話されるガロゴも学校で教えられており、バカロレアの試験において言語として提示されている。県内では1980年代から、 二言語が表示された道路標識、フランス語とガロ語、フランス語とブルトン語の組み合わせが導入されている。2006年度調査で県人口は約56万人であった。県庁所在地3イコールブリューは約8万5千人、約12万人の都市圏を形成、ついで欄に、オンが約4万8千人、ディナンが約2万2千人であった。 2006年度の出生率は人口1000人に対して11.8人の割合であった。コートイコールダルモール県はモルビアン県より出生率が高いがビルイコールエイコールビレーヌ県より低い。ソーセスイコールスプルフ2006年以降 INSEE コートイコールダルモール県の経済活動の重要な一部分は農業と農産品方面を向いている。 養豚業の発展は顕著である。サンイコールブリューに近いプレランの市場がフランス国内における豚肉の第一の流通市場である。県は7カ所の商業港、17カ所の漁港を持つ海の玄関口で漁業も発展している。ホタテの宝庫でこれが漁業活動を特徴づけている。コートイコールダルモール県は2つの重要な 科学技術の中心の恩恵をよくしている。ランニオンを含むトレゴル地方の新設された科学技術及び電気通信ランチであるアンティシパ、アンティセパテクノポー、動物研究及び生物学の分析を行う研究者、技術者700人を雇用するサンイコールブリューイコールプルフラガンゾーポールである。県は観光が非常に盛んで週末や休暇時に使用する別宅、 別荘が主に沿岸部に数多くある。主な海岸リゾート地は、ペロイコールギレック、エルキ、プレヌーフイコールバランドレ、サンイコールカスイコールルイコールギルド、トレビュルラン、トレガストル、サンイコール、カイイコールポルトリュー、などが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。